巨人長野久吉外野手が実戦初打席で結果を出した、コンキャンプ初めてシート打撃で打席へ、山崎が初級に投じた84キロのカーブを、バットの先端に乗せて左前へ運んだ、技ありの一打を放ち、一塁ベース上で笑みを見せながら自ら手を3度叩いた、続く打席でも中川から子球を選んだベテランは、いやまだまだ、これから実戦入ってくるんでねと着々と調整を進める。